音いいね。あれライトついてるこれ。うわパワーすごい。あれこれ。おおおすげえな。おおすげえ。ファットボムに乗ることになりました。Z1 はおおすげえすげえ。おやばいなこれ。やばいな。なんつう加速だ。あキエルが大丈夫かな。うわこれすごいな。 1800cc あるんですけど、あこれは確かにすごいパワーだな。あ、ブレーキも効くな。おはは、ニュートラル。あ、これはすごいな。おーすごいな、確かにな、温度が。あー、でもこれいいな。おーさて発進を。あーいい、やりやすいな。すごいなこれ、加速がものすごいな。いやこれは危険ですね。これはなかなかの。やばいやばいやばい。これアクセルを入れた時の加速はなかなかな代物ですね。で 1800cc やるとなんかこのアクセルワークでもう持ってけるっていうか、あのトルクが太いってこういうことなんだなって思いますね。何が違うかって なんだろう、もう登れない坂はもうどこにも存在しない。これすげえギクシャクするパワーがありすぎて。あった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 。ブレーキもすげえ効くな。よし。熱い熱いな、これ確かに。おーすごいなこれ。おこれは下手すると一発一発のこの速度が速すぎるから なんだろう04何秒台とか。なかなかすごい速度が出せそうですね。でアクセルワークがあのインジェクションだから乗りやすいかなって思うんですけど、いやそうでもないな、これ慣れが必要ですね。であと姿勢ですよね。基本姿勢がちょっとなんか、あ後ろこっちがこっちにいるんだ。基本姿勢がやっぱりなんかまだ慣れないのが、この 前に足を置くのがちょっと慣れが必要ですね、アメリカンって。あれか、あれ関係ねえか。入るか。いやこれは確かに思ってるよりかは乗りやすいかもしれない。ただあの自分足のこのなんかなんだろうな、足の位置っていうんですか、ステップ位置は本当に大変かもしれないです、慣れるまで。あと思ってたより軽いっすよねこれ。あれニュートラルがマジで入んで、新車だからかな、全然ニュートラル力ねえや、ダメだ。いやしかしこのトルクがものすごいので、てか熱いなエンジン熱。この一発のこの加速がすごくて、
まあちょっとゆっくり走るんだったらこうやって走るんですけど、アクセルの時のこのぐわーってこの感じがすごくていやーこれはあのちゃんとした人が乗らないと事故りますねいや確かにこれただエンジン熱は確かに熱いので 1800cc なので、ただこの一発一発の重たいこの音といい鼓動といい、乗っててこの好きな人はこれ好きかもしれないですね。ぐわーってこの吹き上がる、吹き上がりはしないけどすごい加速感と、あとこれってあのハーレーのおとなしい音ではないというか、ただ乗ってたら意外とハーレーっぽいドコドコドコって音はしますよね、うん、だからこれ思ってたよりハーレーらしい音はしますよ。ちょっとなんかの吹き上がれることはできないですけど、意外とハーレーっぽいダラララララって音はしますね。ちょっと新車だからあんまり回せないですけどね一応人のバイクだし。でブレーキめっちゃ効くので、なんか速度が出しすぎても止まれる心配は結構大丈夫って感じですね。まあ調子乗ったら危ないですけどね。だから意外と乗ってて気持ち慣れたら気持ちいいかもしれないですけど、自分はちょっと足のこのつき方がちょっと大変ですねニュートラルが入れにくいのはおそらくまだ新しいからだと思うんですけど、ギアの馴染みというか、うわすごいな到達点がこの一瞬の加速半端ないなもう置いてっちゃったわいやさすがに一応人と走ってるんでその辺は気使いますけど、いやこれはなかなかだな。でも違う、ちゃんと止まってくれるんで、どこまで走ろうかね一応相手にも悪いしなそろそろどっかで止まろうかねいやいいなこれ、やっぱ新しいバイクっていうかハーレーを自分実は初めて乗るんですよ。こうやってハーレーの運転でファットボブが初めてなんですけど、ハーレーらしさのこのどこどこは初めて乗っても感じるし、熱量は半端なくて足の位置はちょっと怖いけど、意外と慣れてしまえばそうでもないというか、ただしこれパワーが出すぎるんで、あんまり言い方良くないけど落ち着いた大人が乗らないと怖いかもしれないですね。だからちょっとこのアクセルをちょっとでもこう絞るとすごいなんかこのガックンガックンって出るので、その辺のアクセルのワークが難しいなっていうのと、あと意外とこのアクセルワークが大変だったらわざとこうギア5速にして、そうすればこうエンジンブレーキっていうか、なんだろう、こうガタガタ、おーダメだなこれ結構あーでもダメだな、ギアをあの上げすぎた状態でやるとダカダカダカってちょっとあのなんだっけ、ノッキングするから、あんまり上げると安定しづらいな。これあの国産車みたいな動き方できないですね。だ国産車みたいに5速でエンブレ弱くしてさーって進むようなイメージは多分使えないので、やっぱりこれアクセルワークだけでどうにかしないと難しそうかもしれないです。どうしようね、どっかしらか止まろうかな、どっかでいいポイントがあったら。やっぱダメだな、うん、やっぱ低速ギアでちゃんと走んないとノッキングするので、うん、これやっぱりアクセルワークじゃないとコントロール難しいですね。あ、セブンイレブンだ。じゃあ今回短いホームストレートだけでしたけど、いやこれいいね初めてだなこうやってハーレーとか乗ったの。いやでも楽しかったな、なかなかおすすめかもしれないです。あ、曲がりやすい。いやいいなはい、短い時間でしたけど、ハーレーのファット部分おすすめかもしれないです自分はちょっと苦手かもしれないけどあれ、ニュートラルがよし、してきた